もういい？うん。うん。もういいじゃねえ。もういい？もういい？もういい？ S ない M ない L ない。もういい？もういい？もういい？フリフリ。店行ったことない。あ、でもねえよ。持ってない。あげてまーす。女の子と飲みに行って、勇気でなくてホテル誘わないとき、真面目な人って評価してくれることを願う、あると思います。やったな、これ。やったね。うん、OK。だよね。OK、OK。次行きます。バックで入れてるとき、女の子の体のラインを見て、でっかいポコチンみてえだなって思う、あると思います。ケツ金玉ってこと？そう。違う、ケツ金玉じゃないですか。ケツがでっかい祈祷みたいな割れ目、そこでかゲチンコに入れてる気分になる。逆尿道から入れてるみたいな、ね。でかチンコの尿道に俺入れてるみたいな気分になりませんか？ならないけど、今日の君は当たり。あ、ほんと、言ってことはわかるし、いい。もう、しかもそれいい。しかも今の発言で2個チンコできるのがいい。女の体で2個チンコできるのがいいんだよ。チンコにチンコ入れてる。やっぱ、そう、宇宙ってそういうことだから。ちょっと上から見るか下から見るか、前から見るか後ろから見るか。何なのこの収録外でもあったけどさ。打ち上げ花火システムマジやだわ、その。二通りあればもう、そのシステムが。もう完成するからね。俺の勝ちパターン。今日の銀次当たりだったな。今日はね、話すことなくなったらと思って、その三本撮りの二本目なんですけど、官能小説用語表現辞典っていうのをね、それすごいよね、買いまして、びっくりした。これめちゃめちゃ面白いの。いろんな、いくら、これいくらだろうな、なんか金なんて関係ないから、値段見たことない、値段見たことない。それどっから出てるんですか？これはね、出版社だね。ちゃんと言った方がいい。ちくま文庫だ。ずるくね？しおネタじゃねえから。ずるくね？しおネタじゃ、そのラインがずるくね？しおネタじゃねえから。ひらがなちくま。ひらがなちくまだ。ちくまん？ちくまんじゃねえ。ちくまんじゃない。危ねえ。なんか、危ねえ。あれなの。ジャンルで分かれてて、女性器なら、この表現みたいな。はぁはぁ。いろんな官能小説の中で、女性器はこういう表現されてますとか、男性器、あと声、オノマトペ、絶頂表現、後書きがあるから、なるほどね。ちょっと今から、ちょっとクイズしていくから、この中の単語を言っていくから。一回オープニングトーク切ってからにせえ。さらっと本編入ってんだよ。じゃあ一回オープニング、負けたら、これやろうか。うん、ね。てか、待てよ、女の子。一人で言いなかった。早くやりたい、早くやりたい、早くやりたい。この番組では皆さんからのメールやメッセージを募集しています。概要欄からメールや公式 LINE などなど、ぜひぜひメッセージください。また Twitter、TikTok、Instagram もやりすぎてわけがわかりません。興味があったらどれかしらで何かしらをお願いします。セクース。じゃあね、例題をね、言いますね。ああ、大事だ。一回、こういうことねっていうのを掴んでほしい。そうだね。例えば。軽いやつ？うん。欲しいね。いいね、じゃあ。カンドショーズ見たことないね。ない。気になるよね、でも。気になる。うん。面白いワードとしてしか知らない。カンドショーズっていう、そうだね。何がカンドだよ、みたいな。だ文学的にってことだもんね。そう。じゃあどんどんね、
早押しね。どっちか、二人の。だから、まず例題行く。例題で、ね。ああ、もう、もうやんの、何曲いけないの。ごちそう。ごちそう？ごちそう。はい。はい。イラマチオ。違う。はい。はい。ガンシャ。違う。そういうんじゃないのかもね、もしかしたら。いや、でももっと、あ、そんな、特殊なプレイの方向に行くっていうよりかは、そう、意外とそう。そうそうそう。普通に真正面から捉えていただいて。これをごちそうと捉えてるってことでしょ？そう。っていうだけの、だから。全員。あ、違う。じゃあ、ジュニア。え？ジュニア。中出し、中出し。違う。どういうこと？ジュニア。え、今の答えは？あ、じゃあだから、その、同じ答えで。ああ、そうそう。そういうことか。なるほどね。言い換え、あ、そういうことか。うん、言い換えでね。ええー。だから、ごちそうかつジュニア。ごちそう、だから、子供。まず行かしてよ、うん。清流島。ん？清流島。どういう字か。青い竜の刀と書いて。清流島？川原の〇〇は完全に回復し、清流島のように反るほど勃起していた。ね、答えは、ああ、そういうことチンチンってこと。チンコってことだ。そう。チンコのように。あ、だから、そう。だから、そう。清流島のように勃起して、だからまあ、ちょっと遠回しに。なるほどね。で、これ、全部ね、その表現が使われてる一節を、書いてあるんですよ。なるほどね。で、例えば、僕とママ、あ、僕のママと同級生のママ、っていう作品の中で、うん、ごちそうの表現は、あなたの、これ、私のごちそうを、ね、早くちょうだい。美代子の指が掴んでいるものは赤くたぎり立ってでもあるかのように、巴はそっと指をはわせてきたのだ。なるほど。なるほどね。そうそうそう、ああ、なるほどね。もうちょい地に足つけようか。そうそうそう。ちょっと、俺らも言い過ぎて。うんうん、そこら辺ちょっとね。なんかジュニアで分かるべきだった。それはそうだわ。ジュニアがいきなり観音っぽくない。やられたよね、逆に。やられた。ジュニア一般だよ。なるほどね。じゃあまあ、また、ベーシックなやつでいきます。うん。ラグビーボール。はい。はい。クリトリス。あ、違う。金玉。違う。乳輪。違う。チク。違う。もういい？ねえ、ねえ、次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 の。もういい今のヒント二つ目。ヒントは一つ目。チクビ？もういい？ない？チクビない？もういい？もういい？全部ない？もういい？全部ない？もういい？でもこれもだから、あれだよ。普通にそんな考え込まない。ルビーの窓。むずすぎ。マンコ。正解。ああ、ね、ルビーだろう。ルビーの窓だよな、ね。ルビーだろう。マンコとは。そのルビーを。窓だから。の窓。ルビーのような窓だから。ルビーじゃねえんだよ。赤く染まった。の窓。うん。綺麗な。そのルビーの窓にあてがい、盛りを侵入させた。あう未亡人はのけぞって、インサートのショックに耐え、両手でシーツをわしづかみにした。花盛りの社長室っていう作品ですね。いいタイトルやな。いらない。いいタイトルやな。より抜粋って感じ。より抜粋。じゃあ、社長室いいね。次。口ひげ。はい。はい。マンゲ。世界語だくそマジで熱っ熱っごめん、でも、そうだよな。もう、ゲって言ったらマンゲって出ちゃうよね。これは他の言い換えはある あるよ、いっぱいあるよ。他の言い換えは、あとはね、例えば黒い炎。うわ、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいやん。めちゃめちゃいい。それ超ええやん。ふと頭がずらされた瞬間、私の目に入ってきたのは、
白い丘の上から黒い炎を吹き出しているような毛だった。その黒い炎は丘から谷へ下り、こき明け色をした2枚の壁の周囲を竹だけしく縁取り、豊かな丸いお尻の割れ目まで繋がっていた。田代喜喬作三姉妹より抜粋。三姉妹。ケツの穴、稽古すぎだろ。ケツの穴も。いいな。めちゃめちゃいいな。観音小説っぽいじゃん。あと、めちゃめちゃいいね。漫画だね。これはブッシュ。もう漫画のことだね。これ、大きく足を開いたときは、クレオパトラ、クレーパスは、やたら、長大なものに見えて、黒いブッシュを分け、赤や紫の溶岩からうねりを上げて流れ落ちていく滝を連想されるようなところがあります。あります。初めて終わった。敬語で、デスマス口調では。今マジで観光地かと思ったわ。うん、遠すぎの12階段より抜粋。右手には滝がございます。ございます。で、一応、ちゃんと、ここに、マンゲもあるから。その、マンゲもちゃんとね、その、ストレート表現で。マンゲはマンゲだと。さすが三井瞳だ。マンゲまで柔らかくお上品と来てる。あ、許して、許して。美女の鼻先から恥ずかしげに溢れ出る悩ましい吐息が、一層小顔を消しかけるのだった。これ、共感、狂いに強感の感と書いて、共感びっくりマークって書いてある。より抜粋。これ面白いんだよ。いや、俺抜粋。観音小説の世界意外と好きなのかもしれない。めっちゃいいね。うん。趣があるよね。うん、マジで。これはね、なんか、ね。感動だね。感動だね。ただのエロではない。あ、文学的。次ね。クイズね。うん。いちごジャム。いちごジャム、うん、これだったらやだな、いい、うん、生理。あ、違うね。やだ、浅いよな。お前をディスるわけじゃなくて、やだわ。まず潰してほしかった。オッケーオッケー。これはちょっと表現しないでほしいよね。いちごジャム、うん。オリーブ油。オリーブ油。まあ、温泉とも言うね。温泉などとも言う。カスタードのクリームっていう表現もありますよ。ピンとこない？来ないな。シロップ。ちょっとヒントあげようか。うん。おしめり。まんじる？世界。いちごジャムで、そう、さっきのそのルビーもそうだけど、結構なんか、マンコ赤いものと捉える習性があるのかね。そうか、そうか。うん、赤。赤から連想できるもの。なるほどね。なんだよね、なんか。しっかり考えていかないと。傾向を捉えて、傾向と対策。対策ね。これ語学の秘訣。うん、ちなみに、いちごジャム読みます。松本京香の体の奥底から、憂出と熱い潤いと、いちごジャムの中を突きこねるような粘り気にまみれて、そうして、湾の奥でうごめくナマコの黄身のような輪っかを手応えに酔いながらぐいぐいと腰を打ち込んだ。ちょっとよくわかんねんな。いや、湾のナマコあたりは結構来たけどな。いや、でもね、いいイチゴジャムのような粘り気の中となんちゃうみたいなね。うん。俺もだって次思っちゃうかもしんない。あ、イチゴジャムのようだ。だから、入れるときにイチゴジャムに入れてるみたいな多分あれなんだろうね。うん。なんかだから思うんだろうな、実際に作者はな。今度お腹なんか買ってきてイチゴジャム塗りたくてるから。本当のイチゴジャムやん。と呼ぶとかだよね。しかもこれ中古なんだけどさ、ちょくちょく表現に丸ついてんのよ。で、今度使おうとか思ってんのかな。何なんだろうね。これいいなとか。しかも、なんか、そんななんか、特徴的な表現でもないのよ。巨大メロン。夏彦の要求が分かって、ゆきえはブラジャーのカップを乱暴に押し下げた。ブルンと二つの巨大メロンがこぼれ落ちた。シンプルおっぱいだよな。白茶色の乳首が尖っている。逆にこ、巨大メロンがおっぱいじゃなかった。美術女教師より抜粋。これ、聞いてる方に向けてだからね。そうだよね。ちゃんと言っとかないと。あ、これ、そうなんで、なんか、今これ線引いてあってさ、さっき巨大メロンは丸ついてたんだけど、次、小玉メロンで線が引いてあって、
風呂下がりの彼女はなんと下着を身につけてはいなかった。ちぶさも下腹部にふんわりと揺れている陰毛も眩しく久しの目に入ってきていた。細身の体の割にバストだけが大ぶりで小玉メロンのようなたっぷりと身がついている。部屋は薄い栗色で恥骨の下の方を少し覆っている程度であり、他の部分は丁寧にカットしてある。若妻、濡れ下着の童貞レッスンより抜粋。それすぎる。それすぎるよ。題名だけで、感動すぎる。これおもろいんだよ、ね。AV タイトルなんだよ。いや、あれだね、やっぱ、その、言葉だけで伝える力ってすごいね。すごい、いや、マジですごい。すごい、ちゃんと鮮明に映像ができてるもんな。あ、わかるよね。多分浮かぶ。ちゃんと、うん。すごいわ。これすげえんだよな。あとは、タイトルが素晴らしいわ。そうだよね。ギュッてなってるよね。ギュッてなってる。もうあ、こういう要素を入れたいんだろうなってやつがもうギュンって。そうだよね。これも、だって、紅バラの悲鳴。紅バラの悲鳴。悲鳴？え、それ、秘密の命と書いて。悲鳴。ああ、なるほど。おっぱいのことを、あ、じゃあお尻のことを二つの円球って表現してますね。乃木の手はもう、ブリブリと肉の両肝を叩いて弾む、パンストに包まれたヒップをつかみ、ゆっくりと愛撫している。乃木は手のひらで二つの円球を包み、それから二つの円球の淡いにある谷間に指をくぐり込ませて、上下になぞるように滑らせた。俺もやったことあるわ。これ。指をくぐり込ませて上下になぞるように滑らせたことあるくね歩くね歩くねこうじゃん。こうだろ。人差し指で、うん。うん。これ、あの、おすすめです。貸してほしくなったらいつも言って。俺これ全部覚えてんだよな。やめな。うん。肛門のこと、イソギンチャクの触手って言いたいんだよ。出してほしいな。ちょっと。うんクイズ。うん、ちょっとクイズ欲しい。あ、欲しい。うん。欲しくなってきた、だんだん。ちょっと待ってね。ちょっと、会話で繋いでて。探すのめんどくせえんだ。なんか、いいね。今度、書いてみなよ。誰が？あ、じゃあ、なんかさ、今度企画でさ、俺たちなりの官能小説作ろうか。短編で。あの、長いやつじゃなくて。だから、それこそ、導入から終わりまでぐらいでいいんじゃない？うん、そうそう。でも、それでもいいし、あとあの、プレイの最中を切り取って、今みたいな一文。うん。さ。だから、ま、原稿用紙2枚ぐらいの。多い。多いよ。原稿用紙2枚は多いが。多いよ。お母さんにやってもらいたくなるよ。お母さんにやってもらいたくなる。みんな引っかかって、ずっと残り続けるわ。やめて。すげえ気持ち悪い、お母さん。なんでだよ。熱いようが。熱い溶岩。溶岩？ピンとこない。え、マンコじゃダメなの？違う。溶岩？次。男のパワー。パワー？うん。男のパワー。はいはいはい。はい。我慢汁。違う。なら射精じゃん。溶岩でだろう、多分。射精？うん。惜しい。じゃあ、精子だ。正解。あ、なるほど。うん。精子だけね。これってだからさっきから結構簡単な。確かにそうだね。そうだよ。熱い溶岩。勘ぐってんの？兄貴分がオスの器官の奥、子宮へもろに熱い溶岩を叩きつける。あ、それで読んだら一気にわかるよね。うん。難しいなぁ。あでもすげえな。男のパワーもあるわ。チューブの奥からひねり出されるように、青川のほとんどすべての精液を放出した。ヨシエも男のパワーを浴びて続々となり再びオーガズムに達した、うん、浴びてて美少女怪病病と陰逆の肉玩具と書いてモルモットって書いてうおー美少女怪病病とベルセルク味があるな陰逆のモルモットあっちいいもんがいっぱいあるわこれマジで面白いんだよいいねうん、シャンパンショットとか、例えられてる。それはシュパと線を抜き、勢いをつけて飛ぶシャンパンショットである。情欲、マルフィ団子。
より抜粋。情欲。丸み団子より抜粋。なんかマジでなんか漢字が難しい。団子団子、あの、階段の段に合わせるって書いて、団子を。難しいな。うん。意味もわからん。これちょっと難しいね。でも、この時間、観音小説のタイトルだけでずっと笑ってられるかもしれない。いけるね。いける。うん。一晩いける。タイトルだけでいいよね。タイトルだけで一晩ずっといける。タイトル読み上げボットになってほしいもん、読みには今から。バレンタインデーレイプとかあるよ。めちゃめちゃいい。バレンタインデーレイプ。なんかひどい、なんか、ひどいこと考えてる、こいつら。いろんな作者が。欲望極秘指令とか。快楽保険外交員とか。やっぱ歪んないとできないよね、やっぱそういうのは。マジで。でもさ、言葉って、でさ、めっちゃむずいやん。その、一言で情景もわかんなきゃいけない上に、ぐっと引き寄せる力が必要やん。うんうんうん、うん。もうそんな一言で俺ら持ってかれるやん。そもそも考えつかないからね。つかないつかない。無理無理。な歪んでないと。また甘ぐってこすぎる。なんかね。もう、そっから全部ネクスト俺たち作品が持ってこれるよ。もういいね。だからね。お前、いいこと考えたね。それいいよ。ワンフレーズと、あだよね。あとはこ、あとはこっちで。プピープピープピーって。背徳教団の魔の童貞肉洗礼めちゃくちゃいいじゃないか。めちゃくちゃ字も出してくれたらいいな。人妻候補生候補生野望証券マンいいよな。やべえ、これだけでずっといけるわ。監獄。音楽教師、マリコ、28歳。監獄。監獄の勘は強姦の勘ですよ。で、獄は地獄の獄。監獄、すごい怖い字。並びだけでやばい。読めないのが多い。読めない怖い漢字ばっかりも。でも乗っけるときやっぱ字幕は絶対あったと思う。うん、そうだね。マジ何言ってるかわかんない。でもなんか、漢字で、多分ひどいこと言ってんだろうなっていうのはわかるよね。こんなニュアンスなんだろうなってのわかる。うん。すげえな。ひどい。軽井沢レイプ、母娘、プラス秘書、トリプル肉地獄。ひどいひどいてかわいいしトリプル肉地獄の。トリプル肉地獄やばい、ね。右目の方のやつ。うわ、ほんとだ。怖え。母娘と秘書。自分の嫁と娘と秘書。で行かれてたら俺ショックだぜ、マジで。地獄じゃん。本当に地獄だね。なんか、観音小説さ、レイプもの多すぎない？なんかちょっと歪んでない？そうだからいや、思いつかないんじゃない？レイプしか。なんかもっと純愛のさ、エッチをさ、やるならわかるけどさ、もう。養殖地獄だから多分レイプ監獄やっぱ、みだらな感じやっぱ出したいのかも。ああ。みだらの方が。こうやって丸ついてるな。ドロってしてる方がなんか、より深みが出そうじゃない？知らんけど。ちょっと、今度、あれ、観音小説スペシャルやろ。みんなで考えてこよう。忙しいし。すごいよ、これ。俺の肉ちくわは。パッケージを、優しく開けてもらい、みたいな。穴から工場が見えるって。俺の肉数万の俺の元が。俺の元リキッドが。ある日僕は肉ちくわの中身を見てしまった。ある日僕は。いや、正面じゃん。後ろ CM のやつ。知らない知らないまさか、なさか、なさか、なそうなんだ。ちくわ、ちくわ、ちくわ。ちくわの CM で、
ある日僕は、ちくわの中身を見てしまった。覗いちまった。で、ちくわの中身に、ちくわを作ってる工場の人たちがベルトコンベアで。それのパロディもやるわ。ある日僕は、僕は、肉ちくわの中身を見てしまった。怖え。びっくりするよ。肉ちくわからその大量流れてきたら。なあ、カード諸説の題名考えればいいね。俺、地獄つけてえな。取り合いだよ、地獄の。地獄いいよね。それぞれの童貞の卒業エピソードをさ、観音小説でやろうよ、じゃ。いや、でも俺、快活なんだよな。いいじゃん、快活で。俺、お前ら秘められた。秘められた閉鎖空間。横には三人家族って。それも三人家族とか言っちゃダメなんじゃない？あ、なるほどね。その、若い男女と愛の生きた結晶が、生きた愛の結晶。お前うまそうだな、こういうの。エロいやつね。しかも俺この本っていうチートがあるからね。ダメだよ。金貨だよ、これ。禁止カードですよ。チェーンで縛っといてもらう。あれ、呪文で開けちゃうからね。いいね、その、現代感があって。ああ、いいね。横文字いいよね、結構。うん、超いい、ね。薄泥が。漢字もね、本当に漢字が並んでる。これもいっぱいあったよ。いっぱいあるよ。その中で、なるべく自分が読めて、なるべく面白いやつ絞り出してんだよ。めちゃめちゃ面白いの一個見けたんだけど。本当に、かすりも見たことない。でも、これ読めたら多分すげえ面白い意味なんだろうなっていう。読めなかったら多分お前が読んでも俺らわかんないから。わかんない。そう。いい意味言うんだよ。スチュワーデス。制服レイプっていう、その安直にひどいことしてる。スチュワーデス。ただ、ダメだよって思うやつ。いや、ダメだよ。そんなことしちゃダメだよ。ダメでしょーって。じゃあ、クイズ。出しますね。うん。いけない長本に、ひらがなで普通にいけない、ダメだよっていう、あのいけない長本に、イギリス製の鉄兜、はいはい、少女、違う、むずい、ヨーロッパ巨根。まあ合ってるけど、合ってるけど違うね。A 巨根、ジュニア。もうチンコ。チンコ。チンコ。チンコだった。ああ、ちゃんと、勉強になってるね。ちゃんと、ジュニアはチンコってちゃんと覚えてるね。そして、香りが苦しそうな声で、小田切を求めてきたとき、後方から、ジュニアを深々と送り込んだのが、野望銀行より、野望銀行。これいいですね。あと、あのね、表現もあるんだよね。声。あ、そのお尻でいっちゃうとか、なんかそういうよくあるさ。ああ。そう。隠語的な。行く行くみたいなやつも、ちゃんと表現として、例えば、あと、普通に、あそこが燃えちゃう。浴びせて。あ、それは。さあ、あの、上の句と下の句に分けてさ、うん、その後当てたいな。ああ、いいね。うん。じゃあ、いきます。あの、これ、あえぎ声というか、そういうセリフね。うん。の時で、じゃあね、上の句はね。上の句。あえぎ声の上の句。クリーンしかなんか。グググググーとかがあるから、ちょっと。ダメだよ、そんなの。ググググーだよ、それは。それはダメだよ。じゃあね、いきますね。これはいい生き方ですね。今だったら、あそこが、とかだったら、そうだね、燃えちゃうとか。あとは、いや、でもなんかこれ、当てられないと思うけどな。まあ、さっきより格段に難易度が違う、ね。うん。じゃあ、いきます。マンコに見えてきた。肉ちくわ。ダメだ。ね、じゃあ、うん、上の句がお豆がはじけちゃう。あ、じゃあでもまあいい感じだとは思うよ。 うん、お豆が何々する。これ一応そのどの作品の
抜粋か。ああ、そうだ、大事。人つながり、絶頂玩具に溺れて、青川京を咲く。作者いらんけど、本当に。ああ、あの人からならない。ああ、あの人の作品か。一応、中の、どこの抜粋されてるか。お豆が、する、ああ、お豆が変なの。なるほど。となってます。ジンジンする。あ、でも、あの、あ、いい。いい線いってます、ね。いい、絶対いい、絶対いい。うん。ひくひくするだ。いや、なんか、ちょっとお前惜しいよ。なんかその、擬音にもさ、いっぱいあるじゃん。その、ああギャンギャン、ガンガンとか、あるけど、その、お前、今言った2個はすごい、あの、近しいです。そのスタンスなんだね。うん。あ、ドキドキしちゃう。あー、じゃあちょっと離れた。同じ擬音だけど、狙いすぎか。うん。ヒクヒクするはちょっと惜しいね。ビクビク。あ、惜しいね。ビンビン。ちょっと離れた。あ、ヒクヒク、ビクビク。ズキズキ。離れた。もっとなんかね、すごいお豆に対してのなんか躍動感を感じます。ひくひくとかドクドク、ビクビク、あ、もうもっともっと、そのもうすごい揺れてるんだろうなっていう、その物理的にもうお豆がドカカカカカって特艦工事始まってる。ビル建てないで。お豆がドク正解。うん、お豆がズクズクする。ズクズク、むずいな、すごいね、これはね。ズクズクいいね。ズクズクはすごい重い感じが伝わってくるな。じゃあ次、体中がうーんになっちゃう。なっちゃう、老人形、老人形。違う。これも同じく青川京作。お、さっき言ったの蜜の狩人、天使と目標より抜粋。なんで天使と目標なんだよ。どういう組み合わせなんだよ。一応、抜粋でね。うん。ああ、言っちゃいそう。いいわ。体がバギナになっちゃうって言っちゃった。お前さ。なっちゃった。ごめんごめんごめん。うわぁ、むずいな、今のは。むずいなぁ。うん。でも。なるほど。バギナに体中で感じると。なるほどね。そうそうそう。体がもう全部がバギナになっちゃう。多分マンコとかじゃないのがまたいいよね。そうそうそう、もう一個噛んでるのがね、また、うん、これいいね。これいいなぁじゃないんだ。感情入るわ。制服美少女絶頂漬け。漬け。風間九郎。九郎。おいおい。おいおい、うん。オノマトペもいっぱいあるね。ギュイングイン。ギュル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 。ギュルギュルと。それからグーンと。ぐし。ぐしゃ。ぐしゃ。ぐしゃ。にゅり。むちゅ。ぐちゅ。お、大丈夫、お前くすれてる？大丈夫。くなりくなりとか。大丈夫大丈夫大丈夫。エムドレ女教師、エザ、エリナより抜粋。くなりくなり。エリナは悩ましげな声を上げて、くなりくなりと開いた。もう読めない漢字が難しい。見たこともない。その予想もつかない。何なの、マジで。調べて振り仮名振っとけよ、一周目で。そうだよ。シュニシュニシュニとか。くなりくなりで。その気温ないね。うん。キモいですね。キモいですね。キモいですね。好きですね。好きですね。へぇ、そのポケモンコンテスト。好きですね。じゃあ、絶頂表現クイズね。どこどこにいるみたい。どこどこにいるみたい。天国。え？いや、やっぱそういう系統でしょ。うん。雲純作、飛んで歌まろより抜粋。空にいるみたい。
でも、いい、空の中の。もう一回、あ、もう一回言っていい？雲の上。俺の言う通った。正解。だる次行ったのに。よし次、絶対俺ことを。おーじゃあ。たつきが体を起こしても、アンはまるで硬直したように動かない。たつきは不安になって思わず声をかけた。ああ、たつき、私どうなっちゃったの？まだ雲の上にいるみたい。いいね。このことです。そのことです。どうやら雲の上にいるらしいです。空をかけてゆく。じゃあ、次。絶頂表現。壊れた何々のように。マリオネット。違うよ。おもちゃ。なんでも、おすし、まあ、そういう感じ。よいしょ、文を。そう。いいですね。いいよ。これ。注意しないと読んじゃうから正解言っちゃうからバカじゃないんだからあう、あーもう上半身が弓なりになり浮き上がってはまた落ちる繰り返すうちに感覚が短くなりやがてははっと荒い息が漏れ出した行くはう壊れた丸々のように体が暴れる。立花慎二作、ひと夏のスイートドリームより抜粋。スイートドリームって LINE のスタンプしか見たことない。甘夏と、あ、甘夢と書いて、スイートドリーム。スイートドリームだ。行く行くハウアウハウヤワウ壊れた丸々のように体が暴れる。壊れた。おもちゃ近いよ。マジで近いよね。牛とか。は？お前、牛とおもちゃ関連性あんの？いや、暴れてるっていう、その。でもなんかもう、そう、制御できないみたいな。そういうことある。エヴァ、エヴァ、エヴァ。違います。お前さ。壊れたエヴァのよ。冷めんだろ、感動させるエヴァって。壊れたキュービの、あの、おっぽが4本目のように。木飛んでなければ山とかそう山の隊長が行かないとそれで木飛ん使い連れてってからね、うん、これはあのあんまひねりで壊れた機械のようになるほどね、うん、じゃあ次これあの前持ってた人の丸もついてますおお鉄板よお墨付き、はいうん、いいよいいよいいよいいですね塩ばかりか丸々おも噴射読みます子宮やばいや、出すぎ出すぎ。許さない。やりすぎ。やりすぎ。死をまかりではなく、死をも、死をも、うんちゃ。読みますね。かは、い。死を出てるけど、全然。お尻、いひく。行く行くおう、おしで行くわ狂ったように髪をかき上げ、塩ばかりか、アナナル、おも噴射させ、かなこはアナルセックスで今夜最高の悪夢に達した。え、うんこ違う。桜木につる作、二人の読めない。二人の読めない。より抜粋。塩ばかりか塩ばかりかもう子宮しかないけど噴射だからね水、うん、水あーまあだからそっち系よ噴射だから愛液違うでもさ塩そうだよね塩前だもんね、うん、こっちからすると分かってると簡単なんですけどねだよんおしっこおしっこあそうしょんべんおおそういいね塩ばかりかしょんべんをも噴射させタナコはアナルセックスで今夜最高の悪夢に達した。いいね、あ桜木充、二人の読めない。読めないですよね。読めない。じゃあね。いや、マヒコセンスあるな。やっぱいけるかもね。才能あるよ。君。いや、でもなんだろう。この世界で才能あるのっていう、意外と嬉しいかもしれん。ちょっと面白い。そうだね。うん。じゃあ次ね、また絶頂表現。爪を立てて、丸々するように。爪を立てて、丸々するように読みます。おう、い、
行く。気持ちいいわ。ああ。たちまち千恵子が激しく喘ぎ、彼の背に爪を立てて、あらあらするように反り返った。同時に、室内の収縮と締め付けも最高潮となり、まるで粗相でもしたような愛液の洪水に、お互いの股間同士がびしょびしょになった。むつきかげろう咲く、いけない巫女よりばせ。あ、巫女？いいね。爪を立ててでしょ？たちまち、みちこが激しく喘ぎ、彼の背に爪を立てて、あらあらするように反り返った。威嚇、威嚇。これも、なんかちょっと今もう一回言ったところを、ちょっとね、ヒントですね。爪を、クライミング。そう。爪立てすぎた。爪立てる。登っていく。まあ、何々するように。これはなんか状態ですね。こういう、なんか体がこういう、なんていうの？ブリッジ。すごい。すげえ。すごい。それはすごい。分かったけどね。あえて一個挟ましてもらったね。たちまちみえこは激しく仰ぎ、彼の背に爪を立てて、ボケたね、ブリッジするように反り返る。反り返ってるから。なるほどね。じゃあ次いきます。また、クライミングいらなかったな。クライミング落としかったな。あれ、クソいらないな、じゃあ。間違えちゃってるもん。ボケ方を。挟み間違えちゃってるもん。こんなに企画でいけるもんかね。いや、これはちょっと楽しすぎる、ね。これはちょっと楽しすぎる。ずっとできるもん。うん。じゃあごめん。次。男性器の例え。おー、いいね。いきます。丸々サイズのデカチン。丸々が、問題ね。北欧。違う違う。北欧あるかもしれないし。北欧サイズ。この世の表現。ヨーロッパ風。一応ヒント、ね。北欧クオリティの。はるかさんよ、覚えてるかい？この、あらあるサイズのデカチンを、目隠しをされている彼女の表情が、少し、こわばるのが分かった。弓なりに沿った肉柱が、半分ほど出てくるたびに、彼女は、ビラビラとまとわりついてくる。北村あずさ作、復讐の、陰逆魔より罰せ。いいね、復讐の陰逆魔。陰逆魔って何言ってみて。何の陰逆魔。だから入れながら言ってんだね。はるかさんよ、覚えてるかい？このあるあるサイズのデカチンをって言ったら、で目隠してた。目隠しされている彼女の表情が少しこわばるのが分かった。ジョンソンビルサイズ？何なの？え、おっきいソーセージの名前。だけど、なんか身近なものに例えるっていう意味では、まあまあまあ。腕。ああ、なんか、でかすぎる。でかすぎる。キモい話ですね。サイズだもんな、大きさってことだもんな。そうだな。うん。で、なんか、そんな、誇張表現じゃないかもしれない。でかかったらそこぐらいあるんだろうな、みたいな。サランナップのシーン。エベレストのような、みたいな感じ。サランナップのシーン。じゃあ、なんだよ。もっとなんかこのサランラップの芯のようなありがとう、わかんない、なんでもありだからこの世界は。なんかあとまあこの時代というかさ、なるほどね。まあ多分みんななんかなんとかこうとかそういう名前ばっかりなんだよな。はるかさんは珍しいけど、だからそういうなんかちょっと昔のそれで普段振りやすいでかいもの、木刀、うん、さや、うん、さや、さや、じゃあもっとなんか現実味のあるデカさ。一緒だよ。一緒。剣の方じゃない。うん、一緒だから。僕とさやないし。持ち手分しか買わないじゃん。なんだ、ね。うん。たまにね、お前らも触ったことはあるものだね。普段から触るようなものではないかもしれないけど、なんかまあ触るっていうか、そうだね。瓶。何の瓶？ビール瓶。空き瓶。違う。いや、瓶の種類だね。一升瓶とかそういう感じじゃないか。何瓶？もうこの世にある瓶言ってけ。もうない。コーラ瓶。なるほど。コーラ瓶だ。細い。細いな。コーラ瓶だ。長いけど。なるほどな。なんかさ、パッとさ、本来出口である期間って書いてあってさ、アナルやん、絶対に。本来出口である。それいいよね。本来出口である機関いいね。
に入れてしまうというね。ね。エチエチだね。で、塩だけではなく、本来出口である期間確定だ。消さなくて。お前もう、本来出口である期間確定だ。それでお前と一緒に笑い合ってくれた妹だけだった。問題に出しやすい。なんか長文がだんだん長くなってきちゃったな。ひなさきってなんだと思う。あ、ひなさき。秘密のルビー。マンコ。違う。ん？俺？人妻のマンコ。愛人のマンコ。違う、違う、所有者が違う。秘密。秘密？秘密？秘密のルビー。剛毛に隠れていて見えないマンコ。違う、違う、違う。見えなさすぎる。うわー、いいねー、うん。なんか、他にね、もうすぐ分かっちゃう表現もあるんだけど、うん、ちょっと、それを飛ばしながら、ね。そう、だからそれを、どことするかだよね。うん。例文言ったら分かる？あ、例文じゃあ読みますか？うん。うん、例文というか。じゃあ、どっち引用先？あ、引用文。引用文を。引用先ね。俺なんて言ったっけ？秘密のルビー。いや、本体。あ、秘密のルビー、本体。そっちまで光ってた。あ、一緒？あ、一緒一緒。一緒なんだ。何を言ってるかは一緒だよ。マンコじゃん、さっきルビーマンコあったよね。違う、さっきね、ルビーの窓なんだよ。そうそう。赤い。だマンコは窓。なるほど、赤い。じゃあ赤い。秘密の赤いもの。じゃあ秘密のルビーは、文章読みます。うん。ごめん。来た、来たか。こっち、うん、秘密のルビーはもう最初に答えがあって、あ、それを秘密のルビーとして答え、と、何々は秘密のルビーのように、私の舌の先で輝きを増すように思われたのです。私は、クンニリングスをつけて、あ、クニリングスを続けているうちに、それらのものが愛おしくて、愛らしくて、たまらなくなってしまいました。クリトリス。正解。あ、隠れてる。隠れてる。なるほど。そうだね。深いねー。深いよー。一番最初に出てきた時、あれだから、マンコはルビーの窓だから。確かに。で、今回秘密のルビーだ。なるほどね。深いねー。深いなー。深いねー。さすがだね。勉強しがいがありますね、これ。なあ。資格とか取ったらいけるんちゃう、ね、歴史書けるんちゃうこれ。官能検定。全然俺簿記2級で頭使ってるけどね。きつい。じゃあ、クイズ。すき焼きの残り肉。蜜綱めぐり。秘密の、あ、じゃあ、はちみつの蜜に綱で、ひらがなめぐり。蜜綱めぐりよりパス。北沢拓也さん。使用後のコンドーム。違う。ん？中出し後のマンコから出てくる精子。違う違う違う、気持ち悪いって。何なの、どこが。お前言ってみろよ。残り物のすき焼きの肉でしょ。うん、贅沢物の最後。すき焼きの残り肉、お前終わった後最後の。ふざけんなよ。最後の、ふざけんなよ。ブチギレ。貯水場。野望勝利者よりパスイ。野望、野望勝利者。野望があるわ、あいつらの。あ、野望？野望勝利者っていう。すげえな。バカみたいな。全員バカだよ。そして天才。ん？あ、でもこれちょっと、あれだね。答えとか、もう結構デカめのヒント。おうおう。鳥のトサカ。マンゲ。人妻、三泊四日よりバス。人妻、あ、あれだよ、鳥のトサカだよ。え、だよ、じゃなくて。象徴するものとかって意味かな。中華肉まんとも書いてある。女音楽教師よりバス。マンコのビラビラ。正解。あ、トサカ。うん。
くっそちくしょ言わないいな。一応、すき焼きの残り肉、読みますね。すき焼きの残り肉のような、色合いの厚みのある大小のうねが、辻岡あゆみとの、先ほどまでのレズの陰落の名残で、水飴でもこぼしたようにぬめり輝いて、みだらに息づいていた。情報量すご。文章が終わらない。すべて〇〇のようなすぎて、情報量が半端ねえ。一個一個変な、英文読んでるみたいな、一個一個訳してるみたいな。すげえな。ね。きつい。単語一個一個、そこは読まなくてもいいんだよ、訳さなくていいんだよってとこも全部訳したみたいな。マジで。追いつかない。確かに英語の時そうだよね。そう。官能リスニングきつい。そのザ。官能リスニングきついです。そのザとは訳さなくていいからっていうやつ。入ってきちゃう。あ、ないないで、それは、のやつ。そうそうそう。さっきのやつ刺してるだけだからっていう。でもまず、あらんで入ってきた。バカだから。バカだから。チンチンの方も行きましょうかね。あ、ヒントになっちゃうね。変えますね。もう言ってからね、子だよね。バカ3人集まると大変なんだ。キクーン声。薬が効くの、あの効くっていう感じ、うんうんうん、和田が下先を美穂の敏感な肉が肉目ニンニクの目とかの目あ肉目に当てるとあ、うん効く彼女は女体をビクンと引きつらせブルブルと震わせた。どこがクイズなそれ。違う、読みたかった。普通に肉目はクリトリスかな。乳首でしょ。ああ、え、クリトリスじゃない。え、二つのってなかった。いや、でも、確かに肉目って二通りあるな。え、今、もう一回読んで、今。和田は、下先を美穂の敏感な肉目に当てると。二本の、じゃあもう、乳首だね。え、違う。え敏感な肉目に当てると、あ、そこはいいんだよ。そこじゃない、そこじゃない。そこじゃない。その前、その前。え、もう一回、そこじゃねえんだよ。聞いてんの分かってる。聞いてんの分かってるから。聞くと、ね、聞くと引きずらない。だから、最初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 。わたがした先を美穂の敏感な肉目にやってると。美穂の敏感、で、ちょ、なんだろ、バカザル。バカザル何やってんだよ。彼女は、ね、だよ、びっくりした。だから、いらねえっす。いらねえっすね。女殺し。キリコは背中を反らし、激しく頭を振った。女殺しそう叫ぶ。人殺し、これ人殺し。キリコの体がガクンガクンと震えた。野望証券マンより抜粋。それいいんだよ。だから、最初、そう最初ゆっくり読んでよ。ゆっくり読んで。あ、オッケー。和田が下先を、美穂の敏感な日本の美穂。美穂だ。名前だ。人の名前だ。美穂や。和田が舌先を美穂の敏感な肉目に当てると。あいや、もういいよ。もういいって。彼女は女体をビクンと引きつらせ、ブルブル。いや、いやれ。こんな答えねえんだから。いやでもこれじゃわかんねえ。女殺しキリコは背中を反らし、激しく頭を。女殺しそう叫ぶ。まずいよ、こんだけ、こんだけ神回が女殺しで終わっちゃうよ。こいつ頭おかしくなってる。もう犯されてる。キックしみるしみるしみちゃダメ、痛いよ。新八郎は腰に力を加え、一気に突き入れた。ああ、しみるしみる。おかよは助長を強く引きおかよ締めつけながら見事二人で早ごしをこれ別だね別か、うん、こうやってただベラベラ喋ってるだけか今今読みたくなっちゃったキャヒキャオーマリほーあるよ。キャヒキョーもっとないとか言ってないし。まだあるよ。他のやつは美佐子は体の中で熱い飛沫が弾けるのを確かに感じた。
クリスマスレイプより抜粋。バレンタインあったな。バレンタインあったな。いや、なんかさ、あのさ、さっきからさ、野望なんとかとかさ。野望あるね、証券マンで。イベント系レイプ作品。うん、多いですね。職業とイベントね。うん。スチュワーデスレイプと。敬老の日レイプとかあんのかな。祝日はセックスだな。情けね。勤労感謝レイプとかあってほしいです。いつもありがとう。いつもありがとう。お疲れ様。お疲れ様レイプ。お疲れ様。鬼じゃない。ひっくーくーん。あれお気に入りです。女殺し女殺しよ。俺も言われてはやってる時に。女殺しなえるって。普通に。子宮がチンチンしてくる。え、怒ってね。大丈夫。子宮がでんぐり返るわ。子宮が溶けちゃう。ね、そのお姉子宮が飛び出しそうだわ。お姉口子宮が燃えるなんでお前子宮ねえだろ。女殺し女殺し。おかまやん。たくさんかけてちょうだい。ちくしょうちくしょう小舞台。宙返り。宙返りよ。チルチルチル中が戦争になっているんだすげえ。ボンクレーのあげは来たくないよ、俺は。冗談じゃないわよ。お前これ回ってんのかな。これ収集しよう。難しいわ。収集つかなくなって。収集つかないから。おめえでぶっ壊してるのずっと。やべえよ。とりあえず最後ほら綺麗に終わらしといて。ありがとうございました。ありがとうございました。